最高のおひたし、油揚げ、これが金字塔。緑と紫、綺麗。これ使います。根元を揃えて3つぐらいにカット。次は油揚げ、2枚使います。ごま油少しだけ引きます。弱火で温めて着地、すぐ焦げる。こまめにひっくり返す。だいぶカリ、この色。次、焼けた油揚げ、細切り。グッと押し切り。いい感じ。お湯を沸かす。金字塔を投入。切れた。箸で沈め、ちょっとだけ。色が鮮やかになります。全体がふにゃっとしてきたら大丈夫なんだけど、もう一煮立ち。できたら湯切り。はい、麺つゆ。見にくいけど 50cc、 水入れて 100cc、 同量で割る。生姜細く切って、豆乳、めんつゆ追加。軽く沸かす。水気切って器に入れる。油揚げ並べる。きれいでしょ。ここに熱いつゆ、
この生姜がうまい。しっかり浸す。このまま冷蔵庫。食べました。盛り付け。揚げもたっぷり。つゆも少し。鰹節。ちょっとがいい。味見。うまっ、最高。